竹内俊吉は日本の政治家、軍人。青森県知事、青森放送会長などを務めた。長男の竹内玲一も政治家で、科学技術庁長,長官などを務めた。1900年、青森県西津軽郡出生村の農家に生まれる。尋常小学校卒業後、三田英学校を中退し、1925年に東洋日報に入社。 サンデー等を編集責任者、社会部長、整理部長、取締役を歴任。1940年に退社。青森県議会議員を経て、1942年の第21回衆議院議員総選挙で初当選。第2次世界大戦後は公職追放されたが、追放解除後に民主党公認で出馬した1955年より、衆議院青森県。 第2区で3期連続で当選。第2次岸内閣で外務政務次官、第2次池田内閣、第2次改造内閣で大倉政務次官を歴任。一方、1953年9月26日から1962年10月28日まで、ラジオ、青森社長、後に会長を歴任。前知事の山崎岩尾が病に倒れたのを受け、 自民党の候補者調整が難航した後に県連会長として事態を収集する形で1963年の青森県知事に出馬当選。陸小河原開発を推進。町の政治家と呼ばれた。4期16年にわたる任期の後、副知事だった北村正也を後継者に指名して引退。1986年11月8日に急性心不全のため成去。 86歳坊津。大の相撲好きで、昭和初期の大野里や清水川、鏡岩をはじめ、多くの青森県出身力士と深い交友があり、津軽出身の横綱、二代目若野花勘士の講演会長も務めていたこともあった。竹内は文人としても知られ、青年時代から短歌、俳句を投稿、発表したりしていた。東欧日報時代に文学雑誌、 座標を創刊し、小説家として、東欧日報史上に、海峡を連載していたこともある。政治家となってからも、公務の傍らに油絵を描いて、政界での展覧会に出品したり、俳句し、春明かりに投稿を続けるなど、精力的な文化活動も続けていた。また、竹内は、宗形志向、成田雲だけを発掘し、その才能を認めて、 世に出る後押しをした人物でもあった。竹内の生誕110周年であった2010年には、青森県近代文学館にて、竹内俊吉生誕110年展が開催された。ありがとうございます。